こんにちは塚本です私は47年間コンピューターのプログラムを始めてからそのくらい経つんですけれどもまああのこの YouTube をもし見てくださる方がいたらその誰よりも長いことやってると思いますでその中でですねコンピューターが何か得意でないっていう人に得になるために 得になるかどうかわからないけれどもコンピューターの性質として2つの重要な性質があるんですねでそのことを理解しないとなかなかコンピューターっていうのはうまく使えないわけですでその2つについて説明したいと思うんです一つはこれはですね状態を持ってるっていうことなんですで2つ目がこれはですねソフトを作った人の文化を反映してるっていうことなんですね 1>, で1つ目の状態っていうのはコンピューターっていうのは、まあ、中は0と1での計算をするだけのもので内部状態は一つ一つのビットは0か1しかないんですねでもそれが集合して何かの意味付けがされてコンピューターの中に今こういう状態であるっていう状態があるわけです。それを例えばあ,あなたがあるいは私がコンピューターを操作すると コンピューターの外見は同じなんだけど、中の状態が変わるわけです。そうするとですね、見た目は同じなんだけど、中が違う。つまり、八百屋さんでリンゴを買うような話なんですねで。リンゴをパッと見て、どのリンゴが美味しいかというのは、パッと見ちゃ、まあ分かる人もいると思うんですけど、私なんかは分かんないわけです。どれが甘くて、どれが美味しいかとか分かんないわけですね。それと同じように、コンピューターの中の状態が違うのに、外から見たら同じなんです。だから、 状態っていうのが常にあると。今はこういう状態、今はこういう状態っていうのがあって、それがどういう状態なのかっていうことが、その使う人の脳みそとコンピューターが同期していないとうまく使えないわけです。例えば、よく聞く言葉に初期化っていうのがあるんですね。初期化って何だろうそれは初期の状態に戻す。何が初期の状態かっていうのはいろいろと議論がありますが、 初期の状態に戻す。つまり状態を初期に変えるわけですね。そうすると、なぜがいいかっていうと、初期の状態はどうなっているかっていうことは、まあ、よく知られているっていうことになるわけです。例えば、コンピューターの中にファイルを1個作りますね。そうすると、ファイルが、その作ったファイルがある状態になるわけです。ただ、外から見てもパッとはからないわけです。デスクトップ上に絵があれば、まあ、かるかもしれないけど、それは、 中の状態を表示する機能がついていてそれによって見えるから分かるわけですね。ですからコンピューターがなぜうまく分かんないのかって言ったらコンピューターの状態が分かんない。だから分かんないんです。ですからコンピューターの状態がどうなのかっていうことを考える。まず状態です。で2つ目は文化なんですね。でコンピューターっていうのはそれ自体は何の文化も持っていなくて まあ0と1だけで動く、まあ、状態機械ですからオートマトンですねただの0と1しかないんです、えー、コンピューターをどん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 分解していくと非常に簡単なゲート回路しかあ残んないんですねそれがですねもう無数に集まって、えー、ある機能を達成しているわけですその機能はコンピューターが持ってるんじゃなくてコンピューターのプログラムを書いた人つまり コンピューターのプログラムを書いた人が持っているわけです。そうするとですね、コンピューターのプ,ラプログラムっていうのは、二つのターゲットのうちのどっちかの文化を引きずっているんです。一つはプログラマー。つまり、プログラムをする人たちの都合で作られている部分があるんです。それはですね、プログラムを作る人たちの言葉、それから考え方。例えば、こういうふうにボタンを押したらこうなるはずだっていうのは、あ あなたがやった時のそうではなくて、プログラマーがプログラムを考えた時のこうやったらこうなるっていう話なんです。それは私が考えるものとは違ったりするわけですね。そうすると、プログラマーが考えるこうなったらこうなるはずだっていうのは、私が考えたこうなったらこうなるはずだと違っていれば、それはうまく使えないっていうことになるわけです。それと、言葉もそうですね。昔はもう、まあ私なんかが若かった1970年代とか80年代は、 むちゃくちゃゃくだったんですね今でも結構難しい言葉がいっぱい使われますけれどももうなんか全然関係ない名前をコンピューターから全然関係ない名前を拾ってくるわけです。マッキントッシュのファイルシステムなんかは、はい、ハイシエラっていうフォーマットなんですけども、はい、ハイシエラっていうのは多分アップルの何て言うんですかビルから見えたシエラ山脈のことだと思うんですよ。でそういった名前を付けるわけです。コンピューターとは何の関係もないですね。 でそういうふうにして、その、ある新しい操作とか概念にすぐ新しい名前をつけて、でそれがきちんと説明されないから私にはわかんないわけです。だから、そのコンピューターのプログラマーの人たちが作った文化と、それから言葉によって自分たちが翻弄されてしまうわけですね。ですから、うまくわかんない。それから二つ目は、 そのそれがですねプログラマーのために作ったんじゃない例えば科学技術計算をするんだから科学者のために作ったとかあるいはそれは一般的な会社で事務をする人たちのために作ったエクセルとかワードとかはそういう傾向がありますねつまり会社で普通に事務する人がこういうふうに思うはずだとですから私なんかはコンピューターのプログラマー系の人間ですから事務の人が使うソフトはとても不得意ですエクセルとかワードとか なんでこうなってるんだろうとか思いながら、ああ、わけわかんないなっていう感じで、えー、まあ仕方がないですよね。自分でそこのところ直せるわけじゃないですから。で、使うわけです。ということで、えー、そまあ、そのソフトを使う人に合わせたわけです。そうすると、例えば使う、まあ私の場合はコンピューターのプログラムの方が得意で、事務系のことは不得意だから、事務系の人に合わせたソフトを使うのは苦手なわけです。それと同じように、 コンピューターのソフトを使うあなたがそのソフトを誰に向けて作ってあるかっていうのを考えてその人たちの常識つまり、えー、その人たちはこう思った思うはずだっていうことが同じように思わないとコンピューターのソフトを使うときに負担になるんですねゲームをやる人はゲームの世界の中で常識があるわけです私なんかはもうそれは全然わかんないですねでもそれはえー、っと常識がある人たちにとっては 当たり前で、まあそこに何て言うんですかね、溝えー、水を得た魚のようにというか、ああその中に、えー、こうやって泳いでるわけです。ですから、ああ何の苦もないわけですね、その人たちにとっては。そん、そういったもんなんです。ですから、で、でこれからですね、えっとこれはあのの一つ目のコンピューターの一つ目のの YouTube にしようと思っていて、コンピューターでどうやってプログラムを作っていくのかっていう話を。 この続きの YouTube で作ろうと思っているんですけれども、えっと、その一番最初に伝えなきゃならないことはコンピューターは一つは状態を持っているっていうことそれからだから難しいコンピューターの状態を知るっていうのは難しいんですそれからコンピューターの二つ目はそれはそのコンピューターが動いているのは我々はソフトを使っているんですねでそのソフトは 誰かが書いたんです。大抵ですね。まあ、素晴らしい人なんだろうけど、ろくでない人も書いてるんですよ。それで、よく考えてなく、よく考えられてないものもいっぱいあるわけです。そういう、誰かが書いたものを使うから、その書いた人のことを、私の方が譲歩して理解しないといけないわけです。それがコンピューターを難しくしてるってことだと思うんです。以上です。 どうもありがとうございました。